こちら一応ゆがみことちょっと控えボールでお加えしているので、これをですね、角切りに2センチぐらいの角切りまず切っていただいていいですか。かぼちゃ、かぼちゃ、はい、かぼちゃ2センチ角ぐらいの切ってください。トマト、大さじ1かけておきます。これをね、前の日にやっとくと馴染んで、相当安い肉でも美味しく食べられます、はい、このくらいですね。そうしましたら、ここまでで、前の晩に置いといておきます、冷蔵庫に、ね、今日はちょっとここまで、今やっちゃったけど、ね、おひな様になるな、今からさ、ね、と思ってやっか幼稚つけてやんでおひな様に、まあ楽しんでか、まあ、みんなの顔見るだけでもいいべきだと思いまして、ここだけでちゃんと生きがい感じるわよ。そんな加賀が体弱いもので、両体に繰り返してからやっぱり作るざるをいねえもんな、大勢よとそんな、あれまあ見よう見まねだべきにともな、やらない人よりは確か分かってるつもりで、今回本当にこう役場でそういう料理教室をやるっていうのは本当に初めての試みで、だから本当に栄養士はね、臨時ではいるんですけれども、本当に大ね、本当不安、初めは不安で、うん、本当にうまくいくのかなと思いながら、うん、今日やってみたんですが、うん、でも本当にね、今日は刈り上げの方本当に中心的に集まっていただいて、あと仮設の方もね集まっていただいて、本当になんか皆さん楽しそうに、うん、できたので良かったなと思ってます。あ、結構今日ね、男性の方お二人参加していただいて、やっぱり男の人ってなかなか集まる機会ってすごく少なくって、でも今回ね、こうやっぱり料理っていうと、やっぱ女性もねやる方もいらっしゃいますし、やっぱ男性もね、やっぱり料理好きな方はいらっしゃるので、やっぱり今日ね、何人かやっぱり男性の方も参加されて、うん、ちょっと楽しかったって、話も聞けたし、うん、逆にね、皆さんこういうのをきっかけにね、集まっていただければと思います。